スタートを切りました。14頭まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは11番カツラギエース、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。メジロパーマーがかわしていきました。差が開いてレガシーワールド、そしてその後ろからダイワスカーレット、それからグラスワンダー、シンボリルドルフ、そのうちテンポイント、マンハッタンカフェ、その外レイデウロ、イナリワンダ、その後ろご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のエレニエーガー、それからもう一頭3番ドリームジャーニー、そしてその外に9番スピードシンボリ、しんがりから1番ミスター CB であります。前でありますが前、先頭は依然として13番メジロパーマー、その後ろ10馬身くらいあって11番カツラギエース、6番レガシーワールド、そして4番手に5番ダイワスカーレットであります。それからシンボリルドルフ、内から1頭グラスワンダー、その後ろでやりましょうか。8番テンポイント、ちょっと離されまして2番マンハッタンカフェ、それから4番イナリワン、そして内からはレイデウロ、そして1番人気のエレニエーガー、うまくいっているんではないでしょうか。3番ドリームジャーニー、外から1頭9番スピードシンボリ、その後ろ3馬身くらいあってミスター CB。 緑の風を受けてメジロパーマーと山田騎手、果たしてどんな会話を交わしているのか。このあたり、さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。エランゲーガー、直線の伸び足はどうか。3番手にレガシーワールド、オレンジの帽子カツラギエース、外から懸命にエランゲーガー、テンポイントが2番手、テンポイントが先頭に変わった。エランゲーガーも懸命に追う、先頭はテンポイント、エランゲーガーがかわした。内から懸命にテンポイント、エランゲーガー先頭、さあどうだ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 、テンポイントかエランゲーガーか、これは際どい。ゴールドプログレッシブチャレンジファーストステージ成功。